女性の誘拐、人身売買について、他の国では、こうした事実が公になると通報され、少なくとも犯罪だと認識されますが、これは普通の社会です。どこの社会にも犯罪者がいます。ただし、中国となると、例えば、この村のこの女性は拉致された後、この女性を買った人の家族だけでなく、同村民を含め、村長も村民委員会も、現地の警察でさえも、みんな容疑者をかばいます。 被害者の味方は一人もいなく、完全に一人ぼっちです。これは共産党政権下の中国での非常に典型的な問題です。それと、もう一つ、助手政府がこの事件に対して4回の声明を出しましたが、毎回内容が異なっています。このようなことが台湾や日本など、他の国で発生したら、政府が連続して4回も声明を出して、しかも毎回内容が異なっていたら、 これは間違いなく、徐州の地方政府に問題があり、全国民の批判にさらされるに違いありません。しかし、中国では、このようなことは大したことではないようです。もう一つは、世論の圧力が強まるにつれ、政府は少しずつ緩和していきます。 最後に発表された声明の中に、雲南省の人が拉致、人身売買されたとき、当時犯行を行った人物は逮捕されたが、対処としては責任を逃れたり、上の人を欺ざしき下の人を侮ったり、嘘をうまく作ろうにすぎません。そして最近、被害者たちを救出しようとしている婦人団体も留置されています。中共のこののこようなやりり方には、長年の熟練した危機管理システムがあります。 まず、人々の感情に訴え、次に、皆さんを誘導するためにいくつかのフェイクニュースを作ります。誘導後、突然誰かが、フェイクニュースは嘘だ、と暴露しますが、その暴露した人物ら数人を逮捕して、脅します。その後、事件の話題はゆっくりと消えていきます。過去、私は中国、北京でのインタビューで何度もこのような場面に会いました。例えば、北京大洋事件など。 それから、ある東北からの請願者が北京警察に射殺された事件などもそうです。中共は非常にずる賢いです。特に政府の危機管理、世論管理方法は上手です。では、女州の鎖でつながれた女性の事件について、真実は何ですか私たちも全く分かっていません。ももう一一つは今政府も国内の一部の部抗議する人々を弾圧しし始めました だからこそ、私たちは外国メディアとして、この後も、この事件を中止し続ける必要があります。これは単なる個別の事件ではありません。中国の農村女性に存在する人権問題は、ごく一般的な現象です。一部の女性は人身売買されていなくても、いろいろな虐待を受け、非常に苦しんでいます。この問題も大変深刻です。2008年頃、石灰相続餃子事件がありました。 私は取材に行った際、ある内部データを見ました。確かその年か、あるいは前の年か、中国の農村地方では、年間30万人の女性が農薬を飲んで自殺しています。この数に私は本当に驚いたのです。一人一人にはきっと知られていない惨めなストーリーが隠れています。もちろん、すべての自殺者が亡くなったわけではありません。一部の人々は救助されました。 中国農村の女性はいまだに非常に、非常に、社会的地位が低いのです。この8人の子供の母親はもしかして、勇気を振り絞って現状に対抗しているのかもしれません。さらに、彼女は両親ある人々に偶然発見されたのかもしれません。もう一つ、彼女の事件はとても話題性があり、多くの子供たちを持つことや、ストーリー性があるからこそとても注目されたのです。この問題は今、間違いなく、 中国女性に共通する人権問題です国際社会はもっと強く呼びかけるべきだと思います私たちの番組を気に入っていただけましたらコメントを残しいいねを押して通知ベルをオンにするようご協力をお願いいたします長くご支持いただきありがとうございました引き続き高い品質の動画を制作していきます